こんにちは、悶絶整体光信です。またね、背中の動画をやっていこうと思ってます。でこの方ね、またね、細くてね、あまり叫ばれない方で、ちょっとね、個人的な内容も話されるって方なので、音声はオフにして私がまた解説をしていこうと思っております。やっぱりね、背中をね、今ねこうやって押さえていってるんですけれども、ここの押さえる場所ってね、やっぱりね、肩甲骨の場所、この辺っていうね、しっかりね、やっぱりよく効く場所なんですね。やっぱりね、最近でしたらスマホとかパソコンとか、あとはね、マウス、あとタブレットなんかを使ってると、やっぱりね、今の押さえてる場所っていうのがとってもね、疲れが出やすくなってくるんですよね。でこのね、また特に左側っていうのが対人関係のストレス、そうそう、思いついたあの人、あなたも思いつきません？仕事場のあの人とか、まあ、家庭の、まあ、プライベート、それは私には分かりませんけれども、思いついたその人、その人が原因で左側が凝ってきたりとかもしたりとかします。またもしくはね、姿勢で左側になんか体重の重心がかかってたりとか、左側で重たいものを持ち続けている方なんていうのもね、やっぱり左側で肩が痛くなってきたりとかする傾向は強いです。ですので、そういうふうなことを、思い当たることをやられている方は、やっぱりその辺をね、気をつけていただければいいんじゃないかなと思ったりします。あとね、左側でね、結構ね、最近会った方でも、男性の方で子育てされてて、抱っこするときに右手で抱っこするよりも左側で抱っこするっていう人、左手で抱っこする人なんていうのは、左の腰とか、あと左のなんていう、背中腰が硬くなったりする人もおられましたね。ですので、もしね、抱っこされてるとかね、そういう機会が多い方っていうのはね、右手でもまた抱っこしてあげたり、まあこれね、癖なんでなかなか難しいんですけれどもね、ちょっと気をつけていただければいいんじゃないかななんて思ったりします。またあと、その背中で硬くなったりとか、腰が硬くなったりとかする人って最近ね、結構多いんですけれども、50代ぐらいからそろそろ運動に、自分の体を健康のために、歩こうとかウォーキングしようというふうな方って結構ね、うちの店でも多いんですね。一定数おられます。でその時にね、皆さんにお伝えしてるんですけども、歩きすぎてしまう人って結構いるんですよ。なのでね、その歩きすぎてしまうと、股関節の疲れが溜まってしまって、左の背中とか、まあまあ背中ですよね、とか股関節が痛くなってしまったりっていう風なことがあったりします。じゃあ先生、そういう風な状態の時ってどうすればいいんですかっていう風に言われるんですけれども、まあできたら1時間だから1万歩までぐらいで、距離数を保っていただいて、その間に途中で軽く走ったりとか、まあ、歩くのを早歩きにしてみたりとか、距離はそんなに変わらずに、変えて、なんていうのかな、負荷はそんなに変えないみたいな感じの方が、股関節には結構良かったりします。どうしてもね、皆さんね、みんな歩けるようになったりとか走れるようになったりすると、苦痛にならなくなってくるので、結構ね、歩く距離が増えていったりとかして、それでね、股関節で、ね、痛めてしまう人って50代以降多いです。なので、まあ股関節で気になっている方なんかがおられれば、この話を参考にしていただければいいんじゃないかななんて思ったりするわけですね。でまああと、この背中の胃の裏ね、今押さえてますけど、ここっていうのはどうしてもね、なんていうのかな、気候の変わり目とか、その気候の変わり目の時にどうしてもね、この背中の硬さが出やすいですね。で特に右側は気候の変わり目とか、あと数字とか時間に追われてる人、これね、皆さん思い当たりあるんじゃないですか。仕事の数字で追われてるからなかなかできないとか、ね、そういうふうなね、気持ちがある方があればね、ちょっとね、余裕を持っていただいたりとか、まあ私もなかなかね、それ余裕が持てなくて胃が痛くなったりとかするタイプなんで、なんともね、なかなか言い難いんですけれども、まあね、その辺からね、結構来てたりとかしますからね、参考にしてみてください。で今ね、押さえてるこの脇の部分、この脇の部分ってね、やっぱりね、腕を動かしたり、やっぱりね、仕事される方だったら、パソコン仕事する方だったら、マウスとか、スマホとかね、タブレットとか、なんかそういうので、その数値でちょっとね、疲れが出やすかったりとかしますからね。でどうしてもね、やっぱり現代人としてね、スマホと
タブレットとパソコンを使わずに仕事するっていうことはまあまあ少なかったりしますね。うちみたいにね、こうやって抑えるだけの仕事だったら いけたりしますけれども、そうじゃない人っていうのはね、どうしてもね、やっぱり右側の首肩とかにね、腕周りとかにもね結構効いたりとかしてきますから、気になる方なんていうのはね、その辺をねしっかり抑えていってあげたりとか、あとマッサージがね、僕やってみた系で、やってましたけれども、マッサージガンでこの辺を押さえてあげたりとか、あとツボ脂肪でね押さえてあげたりとかね、してあげる方法もね、過去の動画とか、TikTok とか YouTube とか量にいっぱいあげてますから、それをね参考にしていただければなと思います。同じ動画ばっかりね撮影してね、ここにあれ聞くよ言うてやっててもね仕方がないので、ある程度の本数で終わってますけれども、まあ参考にできるぐらいの動画撮ってますから、そちらを参考にしてみてください。で、今押さえてる場所ね、首と肩と肩甲骨の間ぐらいのあたりになるんですけれども、この辺っていうのはねやっぱりね、筋肉、首と肩と肩甲骨の3箇所のポイントが一点に、集まる場所なので、どうしてもね硬くなりやすい場所なんですね。だからここはね肩こりとか、あと頭痛とか、偏頭痛とか、なんかそんなにね聞いたりとかするポイントですね。だからね、どうしてもねこの首と肩と肩甲骨のこの付け根のあたり、そこをねしっかりとね押さえてほしいっていう方はね、自分で押さえたりとかもされるかでもいいですし、まあ自分に、あとね体に合うテープ類を貼っていただいてもいいですね。ね、自分に合うものって何ですかって言ったら、まあチタンテープとか、ロイヒコとかピップエレキ板とか、いろんなタイプが出てます。でそういうタイプでね、あれってね、先生どれがいいんですかっていうふうに結構聞かれることがあるんですけれども、これはね肌質に合うものを選んでくださいというしかないんですね。なのでね、3種類ぐらい買ってみていただいて、ご自身の体に肌に合うものっていうのを選んでいただくことを私はお勧めしております。というのは何でかって言ったら、一概にねこれがあなたに合いますっていうのはねないんですよないっていうかね、あるんですけれども、それはやっぱりね自分の体で合わせないと、万人受けに合うようなものってね結構なかったりします。なので、自分の体には何が合うんだろうとか、貼った時に、テープが赤くなったりするとかね結構あったりします。実は私ね、じゃあ私の経験談として お伝えしておきますけれども、ロイヒコってあるじゃないですか。ロイヒコっていうなんかテープで貼っていく丸いテープがあるんですけども、私ねあれねよく聞くんですけどね、貼ってね30分もするとね、肌が赤くなってかぶれちゃいます。でね、他のテープだったらね、一応ね、なんだっけね、そうそう、チタンテープだったら痒くならずに貼れるんですけれども、効いてんのかどうかちょっと分かんないみたいな、まあ、でもあれは効いてる気がしましたけどね。はい、なので私の話を参考にしていただければなと思います。あとピップエレキ板系、ピップエレキ板系はね押さえたところがずっと後は残るので、僕はあんまり得意じゃなくて、でそれでやってないって感じかな。あとね、非内心タイプの、やつもあったりしますけども、非内心タイプ、非内心ってこう針がついてて、それを自分で貼ってピンピンってこう叩いたりとかするやつあるんですけども、あれも一時期ハマってましたけれども、どうしてもね肌が私弱いので、なかなかね向かないというふうなスタンスになりましたね。だからね、 あとは塗るタイプのアンメルツ横横系とか、そういうので塗っていただいたりとかしてもいいんじゃないかなと思います。なのでどれが先生効きますかっていうふうによく言われるんですけど、それは自分の体と肌に合わせて、それに合わせていってくださいとしか言えないんですよね。なのでね、本当に参考にならない話ばっかりで申し訳ないけれども、そんな感じです。ですからそこをねしっかりね押さえていってあげると、まあ貼ってあげたりとかねしてみてください。で、まあ何ネックレス系とかどれがいいですかとかね結構聞かれたりとかします。ネックレス系も、まあそれこそね、野球選手がやってるチタンとか、まあ流行りがあるんですね。これもね、もう私も20年以上この業界やってると分かってくるんですけれども、流行りに沿って自分の体に合わせてっていうしかないですね。
だから、何このネックレスが自分には合ってると思えば、もうそれが一番素晴らしいものですから、それをね、否定せずにね、全部やっていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでね、いつもね、門前生態繰り広げてるわけですけども、全然ね、こうやって痛がらない方っていうのもね、ものすごく一定数おられますから、痛いだけじゃないんですよ。痛いやつが終わった後にすっきりするっていうね、そういうのが門前生態ですから、他のね、いろんなチャンネルでね、やられてるやつでもね、いいんじゃないかな。で、それでも足らなかった時にね、ああ、やっぱり門前生態光信の奈良まで行ってやろうっていう方は、またこの動画を参考にして奈良まで来ていただければいいんじゃないかなと思っております。もう時間もね、ちょうど10分ぐらいになりましたしね、このね、肩の背中を押してるやつがずっと続きますから、ではね、こんな感じで、以上とさせてもらおうと思います。以上、門前生態光信でした。またチャンネル見てね。じゃあね、バイバイ。